年金に関するレポートが急に出てきてどうなっているのか。蓮舫さんは心配している年金受給者に代わって追及しています。安倍総理とのやり取りです。高齢夫婦無職世帯の平均、的な姿では毎月の赤字額は 5.5 万円。これは自身が保有する金融資産で補填、老後の生活で足らざる部分は当然金融資産で取り崩していくことになる。豊かな生活のためではなく、足らざる部分のためにもっと働け、節約しろ、ためろ。控除から自助に総理いつ転換したんですか。先ほど麻生大臣はですね、老後に月5万円、30年で2000万円の赤字であるかのように表現した点については、国民の皆様に誤解や不安を広げる不適切な表現であったと考えている、そういうふうに述べたはずでございます。先ほどもそのように述べておられたと思います。事実、そのように書いて、そのような誤解を与えたと思います。そこで100年安心ということについて申し上げますと、これはですね、高齢期の年、この生活は多様であってですね、それぞれの方が望ましいと考える生活水準や働き方の希望、収入、資産の状況などもさまざまである。一方、同時にですね、被保険者の数がどうか、これ減っていけば、当然これは収入も減っていく。で、そのバランスが大切であって、それがマクロ経済スライドであります。ここからが大切なんですよ。で、そこでですね、アベノミクスの進展によって、もはやデフレではないという状況を反映し、速記を止めてください。でこれはですね、現在の受給者、将来、今止まったんですか。安倍内閣総理大臣、もういいです。いや、今委員長から静粛にしてください。皆さんね、年金というのは制度の説明ですから、少しは時間がかかるんですよ。スローガンを言い合うことではないんですよ。で、100年安心ではないという非常に重要な点を指摘されましたから、それに対して反論するのはですね、不安を煽らないためにも、これ大切ではないでしょうか。で、そこでですね、簡単にお答えいたします。で、なおですね、答弁は簡潔に願います。はい、いや、すみません、委員長ですね、ああいう大きな声出されてると。いや、私がですね、答弁し始めて10秒ぐらい経った段階で、そういう大きな声を作られたら、説明できないじゃないですか。これ、皆さんにとって都合が悪い答弁だからですか。いいですか、これ、給付と負担のバランスですから、それを調整するものができた、そして今年度においては、プラス改正ができた、かつマクロ経済スライドも発動された、マクロ経済スライドが発動されたということが大きなポイントであるということは、これ、多くの方々、ご理解いただきたいんで、申し上げさせていただきたい。あとですね、あと、いや、こういうこと言うと、聞きたくないかもしれませんが、大切なことでありますが、じゃあ、どうぞと言われましたから、お答えをさせていただきますが、積立金におきましても、6年間で44兆円運営費は出ています。これまた申し上げたくないんですが、民主党政権時代の3年間10倍、これ増えて、今、横の方が怒っておられますが、これは事実でありますから、皆さんも向き合った方がいいと思います。これを踏まえればですね、公的年金の信頼性はより強固なものとなったと、我々は考えております。聞かないことを答えています。年金受給が始まった国民は心配しています。マクロ経済スライドで100年安心かということを聞いているのではありませんよ。ね？ね？